1905年のバニティフェア史に描かれた、ルパート・ギネスの似顔絵、第2代、アイバー伯爵ルパート・エドワード・セシルリー・ギネスは、イギリスの実業家、政治家、慈善家、貴族。ビール醸造会社、ギネスの会長である初代アイバー伯爵、エドワード・ギネスの長男として生まれ、1927年の父の死後に事業を継承し、1962年まで経営を見た。 父が伯爵に除された1919 19年から自身が爵位を継承する1927年にかけては、エルブデン死爵の儀礼称号で称された。1874年3月29日に、初代アイバー伯爵、エドワード・ギネスとその妻アデレードの長男として生まれた。初代モインダン尺に除される、ウォルター・ギネスは弟である。ギネス家は、ビール醸造会社、 ギネスの創設者として知られるアングロアイリッシュの財閥であるイートン校を経てケンブリッジ大学トリニティ・カレッジへ進学。質読み症を患っていたため成績はいつも悪かったが人望はあったという。19世紀末には第二次防和戦争に従軍し主君者公式報告書に名前が載った。しかしセキリとチョーチフスを患ったため途中で帰国した。 1903年に第四代オンズロー伯爵、ウィリアム・オンズローの娘グウェンドリン・フロレンス・メアリー・オンズローと結婚した後、夫妻揃って貧困総級祭の社会運動に取り組むようになり、7年にわたってショア・ディッチのスラム街で生活した。そのため、長男・リチャードは不衛生な環境の中で生まれて、生後36時間で死亡した。ロンドン市議会議員を経て、 1908年8月にハガーストン選挙区から選出されて統一党所属の庶民院議員となる。1910年1月の総選挙で議席を失ったが、1912年3月には南東エセックス選挙区から選出されて、再び庶民院議員となる。第一次世界大戦中は王立海軍に予備役の少佐として勤務した。 1918年12月には、サウスエンド選挙区に転じ、1927年10月に、就職して、貴族院議員に転じるまで務めた。1927年10月に、父が死去すると、第二代、アイバー伯爵くらいと、ギネス会長職を継承した。就任早々の1929年10月に、ニューヨーク株式市場の暴落に橋を発する。 世界大恐慌が始まり、ギネスの売り上げも1932年時点で1927年時の水準の半分にまで落ち込んだ。しかし1933年にアメリカで禁止法が撤廃され、アメリカ市場が回復したこと、またギネスが広告代理店 SH ベンソン社を起用して本格的な広告を開始したことで、売り上げは再び伸びるようになり、 1939年時点での売り上げは1914年時の倍になっていた。第二次世界大戦が始まると政府による統制強化と物資欠乏でギネスの売り上げは再び激減。ドイツ軍の空襲でギネスのパークロイヤルの工場の施設が破壊されるなど直接的な打撃も受けた。また、ルパートの法廷推定相続人だった次男エルブデン。 死者クアーサーが従軍して戦死した。1946年に補佐役だったベンニュー・ボルドが死去し、以降ヒュービーバーを補佐役に得た。彼の主導のもとに、ギネスは戦後情勢に合わせた様々な改革を実施し、再び急速な成長を遂げた。とりわけ宣伝手法の改革、開発に力を入れた。九百五十年代初頭にはアーサー・フォーゼットの主導で、 ギネススタウトのミニボトルを大量に配布した。このミニボトルに人気が出たことで、ギネスの知名度も上がった。1954年と1955年には、連絡をくれれば記念品を配布する、胸の手紙を入れた、ギネスのミニボトルを5万本も海に流して、話題となった。1955年9月22日に、英国で、初めて商業テレビが始まった際にはギネスも、 CM を出した。また1954年には、ヒュー・ビーバーの指導で様々な世界一を記録するギネスブックをギネスの宣伝目的で出版した。この本もギネスの知名度を大幅に上げた。ラガー市場が成長してくる中の1959年、スタウトしか作らないとした創設者、アーサー・ギネスの決定を覆す形でギネスでもラガーを作ることを決定した。 このギネス製ラガーは大成功を収め、ハープラガーと呼ばれるようになった。88歳の時の1962年にギネス会長を引退し、戦死した次男エルブデン子爵のイジ・ベンジャミン・ギネスに事業を委ねた。1967年9月14日に死去した。社位もベンジャミンに継承された。1927年10月7日の父、エドワード・ギネスの死により、 以下の釈位順段釈位を継承した。1903年10月8日に第4代、オンズロー伯爵、ウィリアム・オンズローの娘グウェンドリン・フロレンス・メアリー・オンズローと結婚した。グウェンドリンはルパートが1927年に貴族院議員への転任で、庶民院議員で亡くなった後に、夫のサウスエンド選挙区から庶民院議員に選出されている。グウェンドリンとの間に、 以下のご死を設けた。ありがとうございます。